6月3日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。6月3日生まれの方は、自分の選択に責任を持ち、リーダーシップを発揮することが使命として与えられています。思い込んだら一直線のとことん没頭するタイプの方です。行動力があり、チャンスを逃さないスピード感もあります。高い理想の持ち主で、自分の理想に近づくための努力を惜しみません。真面目で勤勉な方です。リアリストでもありますので、無駄を排除し、効率的な努力をして、確実に目標を達成しようとします。基本的に素直で感情が顔に出やすく、とてもわかりやすい性格をしています。裏がなく、行動も発言もストレートで、時々動きが強くなりますが、気持ちが手に取るようにわかりますので、周囲からは親しまれています。面倒見がよく、特に自分を慕ってくる人には親切で、大概しく面倒を見るのが特徴です。根っからの仕事人間でもあり、仕事に身を捧げていると言っても過言ではありません。仕事のためなら工夫も努力も惜しみません。ただ仕事に取り組むのではなく、効率を考えて自発的に行動できますので、生産性も高くなります。天性の威厳があり、仕事では管理職が向いています。少々支配的ではありますが、相手を理解しようとする気持ちがあります。そして相手に合わせるだけではなく、我を通す強さがありますので、豪快なリーダーになります。そのリーダーシップは天に与えられた使命でもあります。恋愛でもリーダーシップを発揮し、自分から好きになってアプローチするタイプの方です。仕事は計画的に行えるのに、恋愛ではちょっとつ盲信で、少々強引な行動に出てしまいがちです。うまくいくようなこともありますが、当たって砕けてしまうケースも少なくありません。また家庭でもリーダーシップを取りたがり、結婚すると男性は亭主関白に、女性は家家殿下になる傾向が強くなります。恋愛でも結婚でも愛が強すぎるあまりに支配的になり、強い束縛をする場合がありますので注意してください。そして承認欲求が強いのも特徴です。富や名誉を求め、見栄っ張りな一面もあります。背伸びをしすぎて浪費に走る傾向がありますので、財布の紐は固くするように心がけてください。プライドも高い方ですので、地雷を踏まれると爆発してしまいます。普段は豪快かつ温厚ですが、一度怒るとなかなか気持ちを切り替えられませんので、クールダウンする方法を見つけておいてください。承認欲求の高さは自信のなさの表れでもあります。人と自分を比較するのをやめるだけでも、随分気が楽になるはずです。真面目な方ですので、リーダーとして頑張りすぎてしまうところがあります。駆け抜けた人生を振り返った時に、自分のために費やした時間がないと後悔するかもしれません。人に求められる自分も大切ですが、自分が楽しむための人生も大切にしてください。恋愛運、自立心が旺盛な方ですので、パートナーにも独立心旺盛な人を選んでいきます。恋愛では素直さがストレートに出てきます。惚れっぽくすぐに熱くなる恋愛体質の方です。相手を好きになると、相手に向かってまっすぐに突っ走っていきます。情熱的で勢いが良すぎて強引になりがちですので注意してください。結婚をして家庭を築いた場合には、実権を握りたがります。どのような小さなことでも全てを把握しておきたいと思うタイプの方です。自分の意見を押し通して、家庭内のバランスを崩さないように注意していくことが必要です。相手の気持ちを汲み取ることができる方ですので、相手の立場になって考えていくことで、穏やかな交際をすることができます。仕事運、全体を見ることができる方です。大きな方向性を打ち出していくことができ、その方向に向かって組織をまとめていく力を持っています。頭が非常によく、集中力と瞬発力を持っています。一気に仕上げていくような短期決戦の仕事も向いています。期間限定のプロジェクトなどを取りまとめることが向いています。
まとめ役としての才能が備わっていることを自覚して、リーダーシップを生かしていこうと意識していくことで、行動の幅を広げていくことができます。また、理想主義と現実主義を組み合わせることによって、管理職や起業家として活躍していくこともできます。実行力がありますので、決めたことは必ず形にしていくことができます。また、持ち前のコミュニケーション能力を生かすことで、成功を収めていくことができます。教育や芸術、演劇や音楽で、その能力を発揮していくこともできます。金運、仕事で多くの人の上に立つ機会が多いので、大きな収入を得ることができます。非常に金運に恵まれていますので、生涯を通じてお金に困ることはありません。仕事を軌道に乗せることが金運を引き寄せることになります。ギャンブルや投資に手を出しても、そこから収入を得ることはできませんので、しっかりと働いて稼いでください。仕事を軌道に乗せることが非常に大事になってきますので、仕事に役立つような知識や技術を懸命に磨いていくようにしてください。資格取得や異業種交流会など、自己投資に対してお金を使っていくことで、金運がさらに上がっていきます。以上、6月3日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。